今の委託会社ってドライバーさんを募集するときに軽貨物持ってないドライバーさんを募集するじゃないですか。委託会社が悪いとか言ってないし、中抜けが悪いって言ってないですよねって言ってるじゃないですか。 だから俺思うんだけど、そのこういうコメントを、多分これ僕の動画を見てる人だ、僕の動画を見てるような社長さんだと思うんですよ。たまに僕のところにも DM 来るんですよ、委託会社の人から。で、なんて来るかって言ったら、侵害ですみたいなことを言ってくる人がいるんですよ。で、僕は必ずお返しするんですよ。御社のことは言ってませんよと。で、要するに僕のこの動画とか僕の言ってることとか、世間で言われてる中抜きっていう声に対して反応しちゃう委託会社さんっていうのはやましいんだろうね、多分。わかんないけど、要はそれを言い訳をしたい人たちなんだと思うんですよね、うん、だって別に普通に、自分たちは悪いことしてないっていうか、別に僕は委託会社が悪いとは言ってないし、中抜きも悪いとも言ってないです。要するにそれを見抜けないドライバーが悪いですよねっていうことを言ってるんですよね。それを見抜きましょうねっていうことを言ってるのが僕のチャンネルなんですよ、うん、だってそれは何だってそうだよ。流通っていうのは、結構物価が上がって給料も上がってくれればね、いいんですけど、なんかアメリカは逆にやばいことになってるらしくて、なんか景気が戻ったような、景気が戻ったわけではないんですけど、インフレはある程度収まったっていうふうに言ってるんですけど、なんか実は裏ではやばいことになってるらしくて、失業者の数と雇用統計みたいな数字が出てて、でそれがあれって3ヶ月、要は四半期ごとに出てくるデータなんですよね。で、今出てるのが去年までの数値が今出ているらしいんですよ。で、なので失業率も、悪くないみたいな数値が出ていて、物価もだいぶ下がってきたということで、金利を緩めてもいいんじゃないかってことで、ちょっと今米国株は上がってるんですけど、でこれ次の今年の四半期の多分失業率って、 IT 企業、Google とかメタとか Twitter もそうですけど、テスラもそうですけど、どんどん首切ってるじゃないですか。100万人ぐらいあれみたいですよ、あの首切ってるみたい でそうすると100万人が失業してるってことが、今の段階で失業、現実は今失業してる状態で、その数字が出てくるのが今年の四半期で来るので、そうすると今見えてない数字が実は眠っているっていうことになるんですよね。で、失業者が増えると、失業した人はお金がないので物を買わなくなると。で、物が買わなくなるんだけど、もうすでに物価があまりにも高すぎて、クレジットで物を買ってる人が多いらしくて、でそのクレジットで物を買ってる人の中でも米国経済がやばいという形になるようですよ、ね、ちょっと本当 S&P500 とかね、ちょうど今底値だからって買い増していこうかなと思ったんですけど、まあ、テスラもそうですけど、米国の株を今安いから買おうかなと思ってはいるんですけど、もう一段、もう一段下がるんじゃないかっていう話になってて、でアメリカってすごいよね、あのすぐクビにするもんね、すぐクビにして、また欲しければすぐ募集して、そんなに、だから日本はクビになったらどうすんだよってことになるのかもしれないですけど。